だけど今仕切って仕切り直して始めていいと思います。はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。椎名のスマイルチャンネルです。です。第1回記念すべき日に、お時間いただきありがとうございます。泣いて喜んでおります。椎名です。今日は1回目のゲストにポエムさんを呼んでおります。どうぞポエムさん自己紹介。こんにちは、ポエムと申します。大分県出身、福岡在住のアコギコンビとして活動しております。今日第1回目 の、 配信ということで、まあ、ちょっといろいろトラブルあるかもしれないですけど、いや絶対あります、まあ、温かい目で聞いてくれるの。トラブルしかないと思うんで見ていただいて、ね、第1回目、しかもみんなおじちゃんとおばちゃんのアナログ世代でやっております。はい、ね、向こう側にいる平成のケイちゃんだけがね、粛々とやってくれてるので、ね、皆さんちょっと今日はね、冷ややかな目じゃなく生温かい目でよろしくお願いいたします。生温かい目でね、うん、はい、ただいまね、りちょこさん、イエーイ、こんにちは。さとこさん、こんにちは。ちいこさん、こんにちは。ちゅんちゃん、こんにちは。お、みのちゃん、ありがとう。あ、ちいちゃんも、ちいろちゃんもありがとう。イエーイ、イエーイ、お久しぶり。ゆうこさん、こんにちは。ありがとう。おー、なおちゃん、ポエムだよ。お、なおさんおる。フレッシュさん、こんにちは。あ、ちびおさん、遠くから、遠くから、ありがとう。同じ空の下、のとおいところから、ありがとうございます。一瞬、ちょっと、はい、これ聞こえてんのかな、みたいな。はい、聞こえてるみたいでした、ね、そしてよっこしあやちゃん、あーちゃん、遠くからありがとう。さとこさん、大分なんですね。ちいちゃん、久しぶりにしなさん見れて嬉しいです。ちょっとしなさん、今日はね、いつもと違う感じのドレッシーでまとめてみたよ。こんぱちゃん、あ、こんにちは。ラジオもありがとね。アナログ安心です。そうでしょ、ゆこさん頑張りますよ、アナログチーム。すごい ね、今日はね、なんでね、オンライン配信をね、こんなにこう急遽やることになったかというと、皆さんご存知の通り、未曾有にね、100年に一度の有事の時代にちょうど私たちがね、まさか出会うとも思ってなくて、平和ボケしながらもね、やっていたんですが、なんかいろんなことがね、止まってしまってできないことがあったりして、会えない人がいたりして不安な毎日を過ごしています。今セックもね、緊急事態や自粛宣言ということでちょっとね、お休みいただきながら、でもなんかみんなに会いたいし、ツイッターの140文字じゃ伝えきれない思いが私にはあって、今日はポエムが協力してくれるということで、なんとかみんなでアナログチームで予習してここまでたどり着きました。いろんなことね、語りたい思いはいっぱいあるけど、今日はとにかくスマイルチャンネルということで、みんなに笑顔になってもらおうと思っております。いくつかね、曲をね、ポエムからのメッセージの曲も用意しておりますので、楽しみにしていってください。よろしくお願いします。もういい、よかった、見れました、みえちゃん、ありがとう。そうなんですね、ポエム、今日はね、ちょっといろんな思いをみんな持ちながら、不安とかいろんな思いを持ちながら過ごしている中、こうやって集まってきてくれています。なんか素敵な歌、メッセージ一言言ってください。みんなにプレゼントお願いします。素敵なメッセージ、素敵なメッセージ、素敵なメッセージよ、はい、素敵なメッセージか。いやいや、もう本当ですね。放送よし、ね、あなたと目と耳に濃厚接触、ポエムです。ほら、もうボイクレと同じやもん、それ昨日も抱き合ってたからね、もう本当に。あ、ミカちゃん、ありがとう。あ、ジェルズさんもありがとうございます。ポエムさん、初めましてって楽しみです。初めまして、はい、ね、みんながね、元気で、もういっぱいなんか笑顔くれれば、6月14日にまたここで生ライブで会える予定になっているポエムです。今日はね、1曲目何を届けてくれるのかな。1曲目はですね、まあここ北九州、僕本当もうなんていうんですかね、暖かい場所で、その前、以前活動してて、1回休止する前活動してた時も、ものすごいお世話になってたライブハウスで、もう本当もうオープンからね、特に椎名さんも家族のようにこう、もう親しくしてくれてですね、本当にもう帰ってくる家だと思ってます。ホームっていう歌をですね、最初にやろうかなと思ってますんで、ここんところうまくいかず、肩を
て明日からはうまくやれるそう言い聞かせさえない面下げて家路に着く世界中で一人ぼっちの気分の夜がある信号待ちでふと思い出すあの笑顔やあの思い出たちに笑わされるさあ扉を開けばあの笑顔が本当は痴漢そうじゃなくてとか並べ出して情けないたらればを死にした心のずっと奥の奥の眠ってる自分がいる目を覚まそう立ち上がろうあの笑顔とこれからの未来を輝かせよう聞こえてるんかな。みんな聞こえてる。マイク忘れた。マイクどこ？はい、皆さん聞こえてますか？聞こえてるんだったらいいよ。アイテムとか投げてくれても。アイテムとか昨日覚えたよ。聞こえてるよ。聞こえてるよって。昨日ね、ボイクルのね、なんか宅飲み酒屋に、ね、ちょい寄りしたらね、なんか私分かってないと思って、でもなんかアイテムってのがあったっけ、拍手を送ったらね、お、シムさん来た。これ。拍手とか送るとシーナさん来たらバレるんやと思ってバレるいやこっそりちょっと寄って明日のために勉強とかって寄ってしたらもう2人めっちゃ飲み寄って今度は宅飲みやろうや宅飲み宅飲みでここで飲みながらよあなるほどですねやりましょうあ、じゅんちゃんありがとうございます聞こえてますさとこさんありがとうございますあ、ちじょうさん参加してますありがとうおーみのりさんパチパチパチありがとうねなおさん聞こえてるおーちぐずさんもさとこさんもトレーニーさんもパチパチありがとう。コパちゃんも聞こえてるね。ありがとう。嬉しいな、もう。あ、岩田さん、応援してますね。竹本さんにもね、必ず会える。竹本さん、5月で来てたラジオに生電話してくれるという話になりそうな。あ、こ
ここだけの話ですよ。ここだけの話、はい、はい、そんな感じで結構ね、ホームに思ってくれてるってこと、私もね、もうポエムは家族のように思っています。ありがとうございます。はい、ちょっとね、話がね、どうしても紹介で長くなったから、今日はね、一部二部で分かれておりますので、一部もう一曲何か歌ってもらえるのかな、ポエムさん。はい、ちょっと一部あと一曲ですね、一部はちょっとお家の方がシュウ君で、こっちの手前のイケメン君が、はい、いや、俺がイケメンじゃないみたいやあ、そこは後でゆっくり話しましょうね。いや、俺ロンゲ卒業したけど、多分もうイケメン枠に入るはずないから皆さん、はい、行きますか。スルーされてますかね。演奏してる時とってもイケメンなんでしょうか。じゃあ、シュウ君、2曲目は2曲目はですね、いやいや、もうこのコロナの影響でですね、うん、ライブを、セックのライブ、決まってるライブ2本も潰されたわけですよ、ね、自分たちも。そうだった。で、やっぱ自分たち今、社会人をしながら音楽活動してるんでですね、うん、なかなかそのライブができないから、やっぱ1回のライブにすごい思い入れを込めてやってるんですけど、うん、まあ、そんな中されて、今度のこの前のライブで、うん、セックのライブでしようと思ってた歌をですね、うん、ちょっと今日やろう、久々にしようかなと思うんでですね、はい、タイトルは何でしょうか。コールっていう歌をですね、いやー、コール、さっちゃん、さちー、コール大好きな人がいて、構造おらんやろ、多分今、構造、今日さち、あの、早く誰か呼んできて、コッパ呼んできてはい、ではですね、なおちゃんが好きって言ってますはい、あ、ビビちゃん、ありがとう、ラジオ待っててね、後でコメントするね。はい、ではですね、皆さん2曲目です。お届けいたします、ポエムでコール。一度
君を思い出せば声が聞きたくなる。呼び出すベルは聞こえ続け、また一つ僕を苦しませる。もう二度と君に会えないような、不安で不安で不安で鳴り出すベルは君の名前、また一つ僕は幸せ噛みしめる。ありがとうございます。はい、皆さん、なんかね、今本当に会いたい人に会えない、行きたいところに行けない、ね、心配だからこそ会いたいのに会っちゃいけないっていうね、辛い時期にとても染みるね。ちょっと涙が出てきた。本当にいい曲だし、本当に素敵なユニットでしょ。もうあのセックのね、セズライブ13年目になるんですけど。本当にもう最初からずっと支えていただいていて、今回もシナさん何か俺らで力になれることはないですかって何回も言ってくれたので、甘えてこういう形を取らせていただいております。そういうねポエムの応援も皆さんぜひこれからよろしくお願いいたします。大推薦の弾き語りユニットになります。なんかもう一曲大丈夫そうっていうことを伝えているんですけど、やったー、もう一曲いけそうです。もう一曲いけそうか、うん、この後ね、ちょっと10分の休憩いただいて2部の方に入るので、私が休憩入る。何分ぐらいですか、うん、トイレ行ったりね、あと10分です。あと10分もトイレ行ったり、あの飲み物取りに行ったりしてもらったりかなと思うので、あともう一曲なんかね、5分ぐらいのやつ何かありますか。あります。なんかリクエストくださいとか言ったらあってね、来るようになるようにね、もっと今からどんどん声を聞かせてもらおうと思います。伝えたくてメッセージして、ね、忙しい時間本当にありがとう。もう一曲、はい、はい、じゃあ全然する予定なかった歌をします。お、なんだろう、まあ、もう本当今この状況でですね、なかなか自分こういうことしないんですけど、うん、このなんか今世界的にちょっとやっぱ大変な状態じゃないですか、うん、そうね、まあ、100年に一度だそうです、うん、ただまあだけんつって、うん、ただただこう暗い思いしよっても、まあね、うん、前に進めんだろうし、そう、きっと明るい未来がもうすぐそこにあるってこう信じて、こう一日一日自分たちがこうしっかりできることをして、これからの未来につなげれたらいいなっていう思いで書いた歌をですね、ハレルヤっていう歌をですね、新曲です。これ本当出来たてほやほやで、はい、ちゃんと二人も合わせてないんで、ギター僕しか弾かないんで、はい、ね、京平くんの歌に集中する姿が見れますよ、うん、楽しみにしてください。そんな歌をちょっと一曲やります。はい、ハレルヤ、ポエムです。光のない道をただひたすら歩くような、足元が見えないから遠回りしてるかもな。夜は明けるかな、君に会いに行けるかな、伝えたいことまだ
まだたくさんあるからさ。やり場のない悲しみや怒りが溢れ出して、次々と傷つけ合う誰かの正義の刃。明日晴れるかな、悲しい雨はやむかな。届けたいことまだまだたくさんあるからさ。ハレルヤ、いつか笑えるさ。ハレルヤ、いつか笑えるさ。遠い遠い未来じゃなくてすぐそばに、素敵な毎日が帰ってくるよ。聞こえない、今はどんな言葉でも、ただ悲しむくらいなら前を向いてった方がいいな。ハレルヤ、いつか笑えるさ。ハレルヤ、いつか笑えるさ。じゃなくてすぐそばに、素敵な毎日が帰ってくるよ。ハレルヤ、いつか笑えるさ。ハレルヤ、いつか笑えるさ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、3曲お届けいたしました。ハレルヤ、ね、とってもなんか本当に、未来に、ね、続く希望、もうすぐだよって。今ね、ちょっときついけど、今日ね、ラジオでもね、ご一緒して、ダニエル・パウルのバッドデーを流しました。今日はちょっとついてないね、バッドデーだったけど、明日、きっといいことがあるよっていうメッセージを込めて、その予約からスタートしました。皆さん、ね、毎日を、一日一日、二度とない今日です。楽しみながら頑張っていきましょう。うん、ね、ファイム、どうだった？トレイ君、一部がもうすぐ終わりますが。いや、なんか新しいことをやってるような感じで。新しいことをやっています。すごい楽しいですね。なんか、うん、なんかね、ワクワクするね。そうですね。もうおじちゃんとおばちゃんちょっとね、ときめくよね。夢にときめけ。そう。ちょっとコメントのやつ読んでいいですか？読んで。まあ、奈緒さんが早く一緒にハレルヤ、いつか笑えるさって歌いたいって、うん、そうなんですよ。これお客さんにそう歌ってほしいですよ、アクの部分最後。ここね、覚えてね。そうそう。なるべく。6月14日ね。生ライブができたらいい。もしできなくてもなんかツイキャスでもお届けしよう、うん、なんかですね、はい、できたらですね、うんうんうん、いや、千里さんみんな頑張りましょう。ありがとうございます。千里さんありがとう。パチパチいっぱい。すごいね、これもコメント見すごいね、ほんとありがとう。あー、千里さんありがとう。ありがとうございます。パチパチいっぱい。みどちゃんパチパチにお花ありがとう。トレンディさんもパチパチいっぱい。宮本さん、ゆうこさん、ハレルヤ、素敵な曲感動しました。ありがとうございます。本当にコッパちゃんありがとう、ね、早く一緒に寝られるね。そうそう、なおちゃんちょっと練習しとってね。3回目2回目ありがとう。やっぱりライブ最高素敵ねって。私にありがとうね。まあ、コッパちゃん今日のコーラあかんやつや。そうね、本当コッパちゃん本当に頑張ってる。体に気をつけて頑張ってね。本当心に染みました。うん、もうね、本当にね、さっきラジオで一緒にね、ビビちゃんも参加してくれています。あ、本当ですか。うん、今度ね、ツイキャスでね、手相の部屋をやってみようって言ってね、チャレンジしてみようって、司の部屋の司さんも来てくれてます。みんなが今、
ここに集まって一つの思いにつながってますね。つながってます。今つながってるよ。みんな同じ空の下でお互い頑張ろうね。うん。頑張るの顔のハレルのローだよ。ね。スマイル。顔を上げて。どういうこと？スマイル、スマイル。いやいや、スマイルってことです、ね。はい。スマイルチャンネルってそれでつけました。ではね、皆さん。ちょっと殴りましたけど、ここから。ちょっとしんみりしましたね。うん、いや、ちょっとやっぱり一回ね。そうですね、また2分もありますね。そう。うん。10分ぐらい休憩させていただいて、はい、またあの第2部の方を始めさせていただくので、はい、この間にお茶とかね、お水とかビールとか、あとトイレとか、ね、そういうの済ませておいてください。じゃあ10分後にまたスタートさせていただきますので、皆さん、また見てください。また見てください。また来てね。